全くないです。はい、ありがとうございます。はい。はい。ただ、人を傷つけるような動画や、はい、他人を不快にさせるような動画で再生数を稼いでると、いずれバンされるっていうのはもう今まで散々見てきたじゃないですか。ガーシーさんだってそうでしたよね。なんでそういう楽な方に逃げるんじゃなくて、もう年齢も38。あの、皆さん心配してさっき、喋ってらっしゃったんですよ。別に、赤さんに喧嘩を売るなんていうあれは全くなくてですね。皆さん心配してらっしゃいました。フラワーさんとか特に心配してらっしゃいましたね。もうびっくりされてました。もう40。あ、はい、マドさんがびっくりされてました。あ、でも40超えると、本当に仕事なくなっちゃうんで、はい、もう38歳、最後のチャンスです。はい、だからもう、一旦、ヒズマさんとかに、尊敬してるのはすごいよくわかるんですけど、はい、ヘズマさんが逆にお金なくなったときに、はい、アタさんが、お金貸してあげるよって有料立場になったら、まあ、怖くないですか、はい、そうですね。はい。尊敬してる人の人にお金、いくら必要なの、はい、って言って、10万、20万って言って言えた方が、怖くないですか、はい、だから付き合うのをやめろっていうのは一切ないんですし、はい、ただ、一旦離れて、一旦自分の足場をしっかり固めてから、はい、そういうふうに付き合っていくのもありなんじゃないかなと思います。はい、で、休日に YouTube 撮って、その YouTube も最近の傾向とか、伸びてるチャンネルとかいっぱいわかるじゃないですか、はい。そういうのに沿って、ちょっと自分がやりたいこととは違うけど、はい、成功するにはどうすればいいかなって、で、それのサブチャンネルで作れば見てくれるんで、はい、YouTube で動画を作って、で、そこでちょっとある程度10万人ぐらいに、すごい、10万人。サブチャンネルで、サブチャンネルで自分のやりたいこと、はい、やって、本人チャンネルでやりたくないことやって、はい、で、やってれば YouTube からも収益入ってくるじゃないですか。はい、そういう風にやった方がいいんじゃないかなって、私は思いました、はい。ちょっともう、偉そうで申し訳ないんですけど、これが、そんなずっと、えずまりゅうみたいな感じになると、ね、この前も歌舞伎町で捕まりましたけど、せ、は、ず、い、回転寿司で消費させて。あ、それはまた別の方ですよ。ええ、別の方です。でもあれも、はい、そうです。ああいうのも結局、ネットでバズりたかったっていうんですよ。はいはい、で、今の畑さんがやってることはそれに近くなってしまってるんです。はい、リバーズエコーさんを出しにすることで、はい、まあ出しって言い方も失礼ですけど、はい、攻撃して、そういう状態を作り出すことで、はい、ネットでバズりたかった。っていう風に受け止められちゃいますから。はい、それじゃなくて、もう方向転換するのは令和だと思うんですよ。こんなにだって、こんな深夜のスペースに、あなたのことを心配して、こんなにたくさんの人が来てくれたんですよ。そう、たくさんの方来られて。ええ。はい、で、僕聞いてましたけど、攻めるような内容少なかったですよ。畑、はい、さんが、僕見てた途中で。いや、あれ、詰めてるわけじゃないんですよ。みんな心配していってるだけで。かなり攻められてたよ、ね。いやいや、あれね、受け取り方の問題です。やっぱりみんな、今までの話を聞いてるからイライラしたりとか。はい、フラワーさん、会話できた。してる。なりました。イライラしたりとかしてるような、はい、その状態で来る人もいますし、はい、やっぱり命を軽くっていう、そんなことはしてないんですよ、その発言に対して、するような、ほら、お父さんのことを殴られても笑えるっていう発言は、多分一般的には嫌な思いをする人がたくさんいると思います。いませんか、でも実際、それは、心の中で思っていても、人前で口に出していいセリフではないんです。心の中では思ってないです。ネタです。では、ネタでも言っちゃいけないセリフってあるんですよ。だから僕の親父ですから、人のダメですよ。人の親父はダメですけれども。自分の親父でも、はい、自分の親父っておっしゃったじゃないですか。はい、でも聞いてる方々は、畑さんの親父じゃなくて、自分の、本当に、私だったら昆布のお父さんを思い浮かべて、はい、しまうんですよ、会話って。それで怒るんですね。なるほど。ええ。
で、だから世の中に言っていいこと言っちゃ悪いことって言葉があるじゃないですか。で、相手にそういうことを思わせてしまったら、相手の人たちはみんな嫌な気分になってしまうじゃないですか。はいはい、俺の親父だからいいだろう。まあ、言ってました。はい。で、はい。ただ、それの背景には、自分たちのお父さんがやられた時に自分はどう思うかって、やっぱ人間だから考えるんですよ。はい、そしたらみんな頭に血に昇っちゃうのも、それは言っていいセリフじゃないだろうって怒るのもわかりません。なんで、そう、言葉ってすごい難しいんで、もう僕も未だに言葉遣いは怒られるんですよ。はい、ほんと言葉って一個一個選んでいかないと、ほら、いろんな YouTuber が出現で謝罪を追い込められたりとか、はい、活動禁止とかしてるじゃないですか。はい、この前もなんだっけ大喜利高校かなんかが、はい、バカダチョン、ん?バカチョンカメラって言っただけで。はい。はい。あれ、差別的な用語じゃないのにかかわらず。差別的な用語らしいですよ、あれ。いや、本来はあれは差別的な用語じゃないんです。江戸時代から使われている言葉で、朝鮮人じゃなかった。そこに、そこに朝鮮人っていう意味は一切なかった。はい。皆さん、朝鮮人のイメージがありますよね、皆さん。朝鮮人ってイメージがついたのは戦後ですね。はい、で、そのバカちゃんカメラっていうこ、もともとあった言葉があるじゃないですか。はいはい、それを朝鮮人の人たちが、これは自分たちにバカでもちょんでも押せるって勘違いしたんです、ね。朝鮮人がやっぱ、あれか。朝鮮人が勘違いをして言葉狩りみたいになってしまったんです。そう。だから、今は言葉っていうのが、すごいうるさいんですよ。韓国人の方って、でも実際やったらいい人ばかりですよね。ええ、いや、じゃないです。韓国人の方の話じゃなくて、はい、言葉の話です、はい。言葉っていうのは、一個一個間違えちゃうと、はい、すごいもう、それだけで多分 YouTube 場になる人もいっぱい出てきてますよね、はい、今。プロゲーマーの人が、チビに人権ないって言っただけで、解雇されましたよね。はい、だから、言葉を、はい、田さんよくわかる。そういう動画投稿が好きってことで、やっぱお話がすることが好きっていうこと、はい、だと思うんですね。はい、お話しするときに、一旦頭の中で考えて、はい、それで相手がどんな思いをするのか。はい、自分の中ではセーフだけど、はい、これで相手がどう思うだろうなって、こう、ワン呼吸を置いて話せるようになったら、はい、こんなに今日、感情的になる人は少なかったから、はい、聞いてて思いました。はい。またさん。はい、はい。あ、すいません、マドウさん、はい。どうぞ。はい、どうぞ。ね。今、コンブさんが話したことは、どう思いましたか?いや、その、しっかりしたかったら、本当になんかすごく勉強になりました。はい。これを、生かす生かさないは、ハタさん、あなた次第ですよ。はい、はい。ハタさんが本当に今の言葉響いたと思うなら、はい、冗談抜きで、はい、小川社長に謝罪しなさい。はい。はい。はい以外はもういらないの、今は。わかる。なんで僕がこんな人言ってると思う、小川社長に謝罪しなさいって。いや、ですから。なんでだと思います。そう、なんか懲役にならないように。です。でも、あなたの懲役は確定します。はい。でも、小川社長に対して、筋を通さなきゃいけないな、あなたは。はい、はい。怒らせてしまったんだから。はい、小川社長はなんで怒ったと思う?小川社長ですか?いや、だからその自分の。あなたが話が通じないからなんですけども。はい。うん、なんで話が通じないから怒ったと思います?だからその、なんか敵対してる。いや、答え教えますね。はい、はい。俺も眠いんで。僕も眠いです。確かに回ります。答え言います。はい。答えます、はい。あなたを犯罪者にしたくなかった。なるほど。はい。はい。罪を重ねてほしくないから、はい、さっき言ったね、1と2と3の犯罪って。はい。あなたは、もう2の犯罪、3の犯罪、背負わなきゃいけないから、はい、ね、もうこれは確定するはず。はい、でも、あなたは、小川社長に対して謝罪しなきゃいけない立場では。はい。で、それで、裁判を受けて、
あなたがどうするかは、もう裁判の席で決めてもらってください。はい、あのね、俺さっきまでいろいろ言ってたじゃないですか。はい。なんでいろいろ物言ったかわかります？あ、いや、あの、もちろんわかります。あの、ね、あの、僕と小川さん。わからないですよね。教えます、はいはい。あなたのためを思って言ってました。はい。あ、いや、本当にそうだと思って、本当に、少しは思ってた。うん。あのね、はい、あなたは小川社長を怒らせた時点で、すぐ謝罪するべきでした。すいません。はい。自分は、頭がなくて理解が追いついてません。はい。時間をくださいと言うべきでした。はい、俺はそれを言おうと思ったけど、はい、小川社長に対して。でも小川社長もヒートアップしちゃってたの。そうですね。だから俺止められねえと思ったの。はい。わかる？あの場であなたが認めることが大事だったの。はい。だから、畑さん。はい。あなたは、もう、その刑罰っていうのは逃れられないので、はい、小川社長を怒らせた以上は、はい、でもあなたにやるべきことは謝罪です。はい、謝罪して受け入れることです。はい、受け入れるとは？反発させなくていいですし、余計なことは言わなくていいです。はい、受け、あなた YouTube やってると思うので、はい、YouTube で小川社長に対していつでもいいです。謝罪動画を、まあ早い方がいいんで、はい、早めに上げなさい。いつでもいいです。はい、そうですね。今日はちょっと、はい。で、受け入れるっていうのは、はい、裁判になった時にあなたは、いや、悪くない。え、いえ。うささんとかじゃなくて、はい、その形状をすべて受け入れなさい。はい。それがあなたに対する、正しい判断です。はい。あのね、はい、小川社長をここまで怒らさなければ、はい、あなたはここまで、はい。いや、もしかしたら、ここにいる人何人かあなたの仲間になったかもしれないんですよ。はい。あなたはその、棒に振りました。もうできることは、すべてを受け入れることです。はい、もうあなたが意見して、反発しようが何しようが、もうあなたの犯罪は確定します。はい。今、俺が言ってることを理解できるなら、はい、しばらく俺もあなたの動画をチェックします。はい、はい。ね、はい。これ僕からのラストチャンスだと思ってください。はい、はい。謝罪動画を上げてください。はい、小川社長見る見ないは関係ないです。はい、あなたが、こうやって今、50、60何人も、いますけど、はい、あなたが約束守れるなら、はい、ここにいる人たちは、はい、あなたが反省する意思あると誰かが小川社長に伝えてくれるかもしれない。なるほど、はい。それが小川社長に届くかどうかは知らない。俺らが決めることじゃない。はい、小川社長が決めること、はい。本当に申し訳ないと思うなら、はい、謝罪動画でも、はい、謝罪文でも、はい、送ってください、はい。動画だったらあなたがちゃんと出したという証拠にもなるし、はい、謝罪文だったら小川社長がそれを読み上げてくれたら、証拠にもなるんで。はい。じゃあ俺もう寝ますね。9時起きなんで。そうですね。お疲れ様でした。じゃあこの辺で、この辺でも終わりますか、皆さん。なんか喋っていたい人。いらっしゃいますか？大丈夫です。あ、畑さん一ついいですか？ノリダです。お休みしましょう。僕も明日仕事なんで。あ、本部さんお疲れ様でした。始まして。お疲れ様でした。はい。ありがとうございました。一体多数みたいな、こんな形で話すのだと、やっぱり皆さん、畑さんの今まで行ってきた行為とかで、はい、どうしても、ね、敵に見られちゃったりとか、厳しい言葉を投げかけられる。最後に畑さんですか、はい、今おっしゃってたことは、自分が言ってしまったことに対する、それはもう取り消せないことなんで、はい。それで小川社長に対して傷をつけてしまった。はい、それで小川社長が今怒られてるのは当然のことなんで、何のためにとか、なんでとかそういうのじゃなくて、はい、そのことに対する真摯な気持ちを持って、はい、先ほどおっしゃってましたけど、動画でもいいです、手紙でもいいです。はい。はい、もう何でもいいと思うんですけども、はい、自分の気持ちを素直に伝えられたらいいなと思います。はい、なるべく、早く謝罪を、はい、します。
そうですね。やっぱり、謝罪っていうのは、今もう、全然気持ちで気づいてると思いますんで、はい、もう、分かってらっしゃると思うので、畑さんはもう、早い方がいいと思います。はい、謝るときは、やっぱり早ければ早いほどいいので。はい、すいませんね、この夜遅くに。申し訳ありません。じゃあ、私も仕事なんで、もう、今日は抜けさせていただきます。すいません、どうも。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、僕も起きますね。おやすみなさい。おやすみなさい。はたさん、最後に一つだけ僕からもいいですか？はい、はい。マダオさんには、これから起こるであろう、まあ、訴訟に対して、どうするかっていうのと、はい、まあ、まず一番初めに、その小川さんに対して、はい、謝罪をしなさいって言われたと思うんですけれど、はい、本当に余計なことはせずに、謝罪だけしてください。はい、途中で動画がこうやったら面白いやろなとか、はい、自分の解釈でなんか変な脚色をしてしまうと、はい、謝罪動画のはずなのに、はい、小川さんとか他の人たちもっと怒らせる可能性があるので、はい、本当にただ謝ることだけをしてください。はいはい、で、昆布さんには、その後、はい、もしも畑さんがどのような罪取られるか問われるかわからないですけど、はい、罪を確定させた後に、その罪を償った後にどうすればいいかっていうのを教えてもらったと思うんですよ。こういう働き方があるよとか、仕事があるよとか、はい、あると思うんで、本当に、なんて言うんですかね、畑さんが今尊敬しているその人たちのことはなるべく耳傾けないようにして、はい、とりあえず、はい、小川さんにまず謝罪をしてあげてください。はい、僕もこれでちょっと眠いんで、落ちますね、はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕もなんか眠たくて。よろしいですか？はい。あ、じゃあ、ノリラです。先ほどちょっと、はい、言いかけたんですけど、はい、まあ、こういう場みたいな感じでみんながダーンって、いっぱい聞いてて、はい、うん、いっぱい聞いてる場でガーって言われちゃうと、やっぱり畑さん自身もね、頭に血が上っちゃって、ね、はい、まともな思考できないと思うんですよ。はい。ですよね。はい、さっきみたいに昆布さんみたいに落ち着いた感じでゆっくり一つ一つ噛み砕いて話せば、はい、ある程度伝わるとは私も思いますので、はい、先ほど、ね、話の流れがぶった切れたりとかしちゃうと、やっぱり混乱しちゃうもんだと思うんで、はい、早いうちに、まあ、電話なりですね、一人でできる方法でいいと思うんで、はい、小川さんの方には謝罪を絶対入れた方がいいと思います。はい、まあ、でも今まで畑さんがやられてしまった行為に関しては、社会的責任が絶対伴ってしまうので、自由だ自由だとおっしゃられてたんですけど、じゃあその自由が全部許されてしまうと、じゃあ法律って何なのさ、我々がね、守ってるものって一体何なのさ、私も同い年で38です。あ、いえいえ、うん、畑さんも同じ38です。うん、もう18で高卒で働いて20年勤続で真面目にやらせていただきまして、はい。はい。まあ年収とかは別に自慢するつもりもないんで言うつもりもないんで。あ、いえいえ。そこは言わないですけども。でも結構高いでしょうね、それ、新卒で。まあ部下もいますし、はい、それなりに、同じ仕事で一本でやらせていただいているので、はい、うん、真面目にやれば真面目にやるほど対価は得られますので、流した汗に汗がね、嘘は書かないんで。はい。ね、嘘とかその場で流されるような感じで、やっぱり言っちゃうと、心のままで言っちゃうと、はい、うん、周りの人からも、まあ、それをしかも第三者が見られるようなところで垂れ流してしまうと、やっぱり私も動画は不快でしたし。あ、いえいえ、すいませんでした。うん、あ、おこださん。いえいえ、いえいえ、で、畑さんが、もうどういうものを流すのは自由かもしれないですけど、やっぱり人様に迷惑をかけるものというか、はい、不快になるようなものとかは、やっぱり、ね、はい、避けるべきだと思いますし。はい、すいませんでした。落ち着いて話せば、やっぱ聞いていただけてるんで、こういうふうに、ね、そうなんですよ。先ほどもこういう、うん、場であれば、はい、やっぱ、うん、話はちゃんとできてると思うんですけども、はい、まあ、それに応じてさっきのうささんの話なんですけど、ちょっと質問させていただいたときに、はい、じゃあうささんが頭かち割られたときとかってどう思うのかなって言ったら、それはちょっとって言ってたじゃないですか。はいはい、うん、こんな風に皆さんの、こんな朝早くですよ、もう夜遅くから朝早くおはようございますの時間にかけてまでみんなに聞いて、はい、話もしていただいて心配していただいてるわけですから、はい、どっちを大事にした方がいいかなっていうのは考えていただければ。はい、
いいんですよ。うささん、それでも大事だって言うんだったら、それはもう好きになさっていただいて構わないんですけども。はい。いや、そうでもないです。こうやって心配してね、ゆっくり話せば、ちゃんと話はできるので、はい、やっぱり、した方が、いいと思いますよ。はい。別にその、畑さんの生き方を否定するつもりもありませんし。ありがとうございます。ただですね、落ち着いて話せるように、こういうふうにみんなに囲まれて怖い感じで言われちゃうと、そんな風になっちゃうのは見受けられたので、はい、まあ、今後の就職、再就職にかけてもですね、はい、落ち着け、ちゃんと職種を選べれば、はい、長く続けていけると思いますので、私も答え満足で、今まで20年間続けられたんで、私ですら続けられるんで、畑さんもできるはずなので。いや、僕は持つと。ね、あでも、畑、はい、さんがやられたことに対して、はい、罪が軽くなるとか、そういうことは全く思ってませんよ。やったことから、責任を、取った方がいいと思うんで、はいはい、それをしっかり踏まえた上で、ご両親のことをしっかり考えて、今後の人生、はい、お年もだいぶね、私と多分、はい、ご両親同じぐらいだと思いましたよ。67歳。両親も、その辺ですか ?67 歳。まあ、近い年ですね。ですね。あ、まあ、それちょっと上なんですけど、はい、僕の両親は。あ、そうで体も壊して、はい、ね、自分の働いたお金を家に流したりとか、はい、ね、送ったりとか、するように、まあ、私は家を出てるので、はい、自分の家がありますので、はい、まあ、一緒にずっといられるわけではないんですけども、はい、そうやってお金で支援させてあげたり、今はしてもらってる立場じゃないですか。はい。やっぱり産んだね、自分を育ててもらった親に感謝を忘れないためにも、しっかりそういうふうな恩返しをできる形ですかね。はい。それが、まあ、YouTube でできるかって言ったら多分一握りの人しかできないと思いますし、はい。今のその人に、こう、不快にさせたりとか、迷惑をかけてしまったりとかっていう内容ですと、絶対ついてこないと思います。ついてくる、いや、ついてくるのは、確かに一定数はいるかもしれないですけど、はい、はい。畑さんのためには絶対ならないと思います。今後のためには。はい。とは私は思い、多分、結構な人思うと思いますよ。はい。なので、はい、さっきコンブさんおっしゃられたような職種考えてみてもいいんじゃないのかなと。はい、まあ、ほとんどコンブさん言っていただいたんで、落ち着いた感じで話してくれたので、はい、大変。それを参考にしていただければいいと思います。はい。私もこれからちょっと仕事なので、これで失礼させていただきますけど、しっかり主体の方をした方がいいと思います。はい、以上になります、はい。ありがとうございました、本当。はい、じゃあそれでは失礼します。はい。ありがとうございました。ゆきさん言ったら結構有名そう。福田さん入りますか？え、それ。いや、ええ、そういうなんか、わかりやすく、なんか、ええ、言っていただいて本当に。ありがとうございます、本当。小林さん入りますか？小林さんはでも、バチですね。できてますから。ああ、どうもどうも。はい、すいません。頑張ってください。はい。それだけですね。はい、ああ、はい。まあなんか、刑務所入れられたら、面会には行くんで。ありがとうございます。はい。はい。まあ、本当は差し入れますよ。あ、本があれば。はい。そこでならないような気もしますからね。刑務所は多分ないでしょう、おそらく。そういうのが良くないよ。はい。はい、頑張ってね。あ、なんか。はい、ないです、名前が。え、こんにちは。あ、こんにちは。ちょっと、はい、さっき、はい、先ほど、はい。あ、先ほどちょっと、はい、まあ、メッセージの方で、まあ、ちょっと悪く言うようなことを書いてしまったので、はい、本当に申し訳ないです。はい、本当に。すみません。とんでもないです。いや、なんか、削除させていただきました。あ、そうですか。いや、まだ見てなくて、はい、それを。いや、まあ、謝罪文も書いてあるんで、後で見てもらえれば、はい。はい、あれで。はい。まあ、ちょっと自分もちょっと、はたさんと似たようなタイプの人間なんですけど、まあ、病院とかにも通いつつ、はい。なんというか、まあ、頑張ってるので、はい、まあ、この先ちょっと大変だと思いますけど、頑張ってください。はい。応援して。頑張ります。はい。はい。じゃあ、以上です。あ、以上ですか。あ、はい、ありがとうございます。なんか、療法ってなってますね。なんでなんですかね。
リバヤコさん、セロン水彩層。クソ、メモ36の。でも皆さんそんなに、ね、変なことは書いてないっすね。全然。え、本当に。あ、タワヒさんですか？じゃあ、はい、タワヒさん、はい。福田さん入られますか？今、冷静になってるからあれだけどさ。はい。福田さんね。はい。あ、どうぞ。福田さん今、パソコンで見てるの？あ、そうなんですね。あ、じゃあ、じゃあ、ね、ちょっと、機内っぽくスマホじゃないと。そうですね。はい、はい。そうそうそう。あ、だからですね。あの、最後に言っとくよ、はい。はい。もうこれ以上俺、僕は関わらないし、君のことブロックするつもりでいいけどさ。あ、ブロックするの？当たり前ですよ。自分がしたことを考えなさいよ。いや、僕はね、君に、あの、攻める子を与えたんだけどね、僕は。だから、そういうこと言ってるからでしょ。まあ、それは別途してるけど、うん、最後に言っとくよ。自分の行動、自分の行動で自分の良心を悲しまれせる結果にするのはやめなさいよ。いや、そんなことはしてませんけどね、僕は。あのね、小川さんも言ってたけど、君、被害届受理されてる件知ってるんでしょ？被害届を、いや、それは話してますよ。あの、両親に。それ、一件だけじゃないんでしょ？一件ですよ、僕、ドリアンの件の。小川さんが言ってたけど、一件以上の件あるんでしょ？それとは別件で、まだ訴えてる人。それ、吉原さんが出してるってこと。吉原さんが出してるってことで。うん。うん、だから、それ、初犯じゃ済まなくなるよ。初犯で済まなくなるって別に、あの、たわし君の言葉で、ね、その現実、現実は変わらないですから、僕の現実が。うん、それは現実は変わらない。ただ、それによって、あなたにね、はい、実家に住んでる両親がどういう思いをするのか。そして、君がそういう判決を下されたことによって、君のね、判決を下された、僕は筋通してるから。の、筋通してるじゃなくて、最後まで聞いて。ええ。うん。君がそういう判決を食らって、罰金を食らって、その罰金を払わなきゃいけなくなるの誰かって言ったら、君は両親なんだよ。はい。うん。で、当然そのね、初犯じゃないしね、2個乗るのよ、君。ええ。うん。そうなるとどういうことかっていうとね、初犯の判決、例えばね、懲役3年、執行猶予5年、はい。っていうのがついた場合、これは執行猶予の5年間何も悪いことしなければいいよってなるけど、でも2回目のそのやつがもうすでに出されちゃってる。事実上の無罪ですよね、それ。うん、だからそういうことが言いたんじゃなくて、はい、他の人にも出されてるっていうことがこれ問題なの。この人に出されてないですよ、僕。小川さんと吉原さんに出されてるんでしょ？はい。小川さんは小川さんの件で、これがもし本当訴えられるんであれば、これがまず初犯で済むの。はい。ただし、吉原さんにも訴えられている場合であれば、これ2回目扱いになるの。だから、言ってる意味分かります？君のね、発言でブロックするんでしょ？スペース終わったら。だから最後にって言ってるでしょ？誰とも話を。最後まで話を聞いてくれます？あの、タワシです。最後まで。だから、最後まで話を聞いてくれます？はい、聞こえてないけど。小林さん、うん、聞こえてないですか、小林さん。あ、俺もそんな感じ、うん、あの、タワシの声聞こえてないですか？タワシの声。あ、聞こえてない。うん、俺、接続の問題ですかね。たぶんそうじゃない？ああ。まあいいよ、とりあえず、畑さんに聞こえてるならいいです。うん、はい。これで2回目になるわけでしょ、はい、吉尾さんから訴えることによって。はい、つまり、これどういうことかっていうと、初犯の判決、例えばさっき言った、懲役3年、執行猶予5年、はい、この判決が合計8年の懲役扱いとなってつくの。つくわけないだろ、まあ、8年もお前、こんなことで。つくんです。つかんねえよ、人殺してるのダメだ。人殺してるのと同じくらいじゃないか、それ。つくんです。それが裁判です。あなたね、本当いい加減なんだよ、本当。うん、つくんです。ブロックするんでしょ、君、僕を。だから僕、実際にそういう販売のことでも、ね、ブロックするんなら言うなよ、聞いたことあるからね。だから最後の話だから聞いてふざけんなよ、お前。いい加減にしろよ。だから最後の話だから聞いてなんでやねん。お前ブロックするんだろ？うん、だからブロックする前に最後の話。おかしいだろ、お前。頭おかしいか、お前。うん、だからさ、最後の話だから聞いてって言ったら分かりましたって言ったり、だからとりあえず。恋人だよ、恋人か、お前、俺の。最後の話だから聞けっつうの。なんでお前、そんなブロックするやつのことをそんな聞かなきゃ気がいけねえんだよ、お前。お前、自分のこれからに何が起こるのか、彼女か自分の両親の、自分の両親に何が起こるのかを理解してないから今言ってんの。何にも起こらんよ、お前。起こる。起こらんねえよ、ふざけんなよ、お前。起こる。牛の親いないすんだ、お前。君が、
じゃあ今言うから黙って聞いて。言ってみろじゃあお前。飛べたとお前本来。一切喋んないでね。僕が言われまで一切喋んないでね。反論しないでね。うん。うん。2回目の判決で初犯の判決がつく、うん、これはさっきも言ったけど初犯の判決、例えば執行猶予3年あ違う、懲役3年の執行猶予8年でその後2回目の判決執行猶予3年とついた場合この判決は執行猶予11年扱いになるの、ええうん、それが実際の裁判のその法律で決まってることなので、さらに言っちゃうとこの11年っていう判決とは別にね、罰金もかかるので、罰金も払わなきゃいけなくなるし、さらに言ってしまえばその裁判をする際に起こった弁護士費用も畑さんに請求されるので、畑さん今捕まっちゃって、もしそうなって懲役となった場合払うことができません。そうなった場合であればどこに請求が行くのかったら、あなたの実家の両親のとこに請求が行くんです。さらに、その請求された金額を払えないんであれば、財産をすべて差し押さえになります。つまりどういうことかっていうと、あなたの実家にある車など、それから家電製品。差し押さえになるわけないだろ、それ。なるよ。なんでだよ、お前。それが。借りてねえよ、俺、金を、それを。いや、だからそれが裁判だから。俺が決めることじゃないの。国が決めることじゃないの。変えてねえなら、違うんだから、さっきも最後まで話を聞いてって言ったでしょ。それは、そういった税務官、国から派遣された人たちが実際に家にやってきて差し押さえするために来るの。だから借りてないから、人に金を。借りを借りてないんじゃない。賠償金を払えっていうことで払えねえんだったら、じゃあお前のある、今持ってるものすべてよこせって言ってくるの、国が。俺物壊してないし。違う、国が言ってくるの。国言ってこないよ。起こされた。何言ってんだお前は。だからそれが裁判官とか税務官っていう扱いになるの。いや、最後まで話を聞いて。熊尾さんちょっとスピーカーで。いや、それが嘘だって思うんだったら、今、熊尾さんとか小林さんが今、スピーカーとして上がってるけど、嘘かどうか聞いてみなよ。なりますよ。だから。なりますよ。請求来ますよ。え、小林さんですか？はい、熊尾です。こんばんは。あ、熊尾さんですか？はい、こんばんは。だから、そういう話は、ね、同じ広島県出身で同い年っていうので、ちょっと聞きよったんですけど。こいつね、嘘ばっかつくんですよ。いや、請求はですね、本気で来ますよ。国から請求が。なんで国から来るんですか？罰金。いや、罰金ですから、そりゃ。刑法に則って罰金が、の支払い命令が来ます。罰金ってのは国に対するんですか、僕の金が。もちろん。罰則。罪に対する、罪に対する罰金ですから。で、プラスアルファで先ほど小川社長がおっしゃってた。止めちゃったもんなんかね、ボクボクしてるんですよね。話を最後まで聞きなさい。はい。民事でも徹底的にやるからなっていうふうにおっしゃってましたけども、はい、あれは民事は民事でまた別件できますから、民事の賠償金の請求、まあ、示談は絶対しないとおっしゃってましたから、うん、多分、減刑よりかはどっちかって言ったら、厳罰お願いしますっていう風になるでしょうから、まあ、そんなに全部が全部支払うってことはおそらくないでしょうけど、そうそう、まあ、僕、いくらかの。何もしてないだろう。なんで怒ってくるのかね、僕に対して。怒ってないですよ。たわしさんの補足ですよ。うん。で、こいつ嘘ばっかりするんですよ、たわしってやつは。いや、こと裁判のやつは事実です。で、プラスアルファで、民事とかの訴訟とか罰金系の分の借金は、自己判断しても面積、チャラにするよっていうふうにならないんですよ。はい。ですから、ならない。先ほど、たわしさんがおっしゃった通り、すべて、動産持ってかれますよ。動産ですよね。家電とか車とか、うん、動産も差し売られるし、不動産、家。家ももちろん差し押さえられますし、それでも払えなかったら、じゃあどうなるかっていうのがなるいますから、まあ刑務所出て、まあ出て、で、え、刑務所に入ったっていうふうに仮定して、出てきた時にはまあ家もないしっていうことにはまあなりかねないっていうのは、もちろん。なりかねないってならないですから、そんなことは。なる。なるでもない。国のないでいただきたい。いや、国からの、事実です。うん。国からの請求ですから、逃げれないんですよ。うん、国からなんで。いいですか？
僕ら個人が言ってることじゃないんです。国が言ってるんです。日本という国があなたに対して言ってるんです。あの、ナオさんも僕のことブロックしてますよね。なぜ僕をブロックしたんですかね。なぜあなた僕をブロックしたんですか。今は関係ないでしょ。意味がない、まあ、ブロックは、まあ。意味がないツイートが多いからブロック。私、あなたに何もしないですよね。自分に。とりあえず一旦話を最後に。何もしないですよね、ナオさん。ですから、まあ。なんでブロックするんですか、僕は。それは君の。だから、意味がないツイートは、俺の勝手じゃない。勝手じゃないでしょ、そんなものは。勝手ですよ。あ、勝手じゃん。もういいよ、いい話にならないから。僕はあなたに一般の権利を与えましたよね。だからもう相手にしなくていいよ。相手にしなくていいよ。相手にしなくていいよ。話、話すときに、畑さん、なんか、廿日市の方っておっしゃってましたっけ、家。はい、僕、隣の、ミスジの方なんですよ。ミスジですか。さっき聞くの。ミスジ。とりあえず、ミスジ。この辺だけあれなんですけど。ですか。いや、逆、広島より、もうちょっと。まだ、隣の広島より、廿日市市の隣。五日市まではいかないってところですか。うん、五日市まではいかない。五日市と廿日市の頂戴で。ミスジね、あ、まあまあまあ、まあ、ミスズですか、別にいいんですけど。ミスズ、うん、そう。ミスズ。あ、ミスズですね。うん、あの、ボーリング場の近くとか、まあ、それは別にどうでもいいですけど、とりあえず、一旦話遮って申し訳ないんだけど、でその、発症されることによって、君がそういうことをしたから、家族そのものの関係も壊すし、ね、うん、家も失うことになる、すべてを失うことになるけど、そういうことになることも自覚しなさい。で、その上で、もし本当に君少しでも悪いっていう気持ちから何が悪いのかちゃんと書いた上で、謝罪しなさい。お断りします。できないんであれば、すべてを失う覚悟を持ってください。僕から言えるのは以上です。うん、これ、僕はもう言うことないんで、去ります。あなたのこともブロックして関わらないです。おかしいだろ、お前。以上。あの、お父さんとお母さんがそこに住めなくなる。で、来るな、おじさん。だから関わらないって言ったでしょ、もうこれ以上。あなたと関わっても話通じないんだもん。うまいね。え、畑さんは、はい、あの、ご両親がそこに住めなくなる可能性があるのは全然気にならない。ならないですから。縁起でもないことは言わないでもらえます？だってこの人あれだよ。自分の父親とか死んだとしても面白いっていうような人だよ。ふざけんな。ネタで。上手いのがひどいのかね。